リカルド・テラ・テイ・シェーラは、第18代ブラジルサッカー連盟会長。カルロス・シャガスで生まれ、ジョアン・アベランジェの娘ルシア・アベランジェと結婚した。彼らはほぼ30年に及ぶ結婚生活の後、1997年に離婚した。彼の息子、リカルド・テイ・シェーラ・アベランジェは、ブラジルの監修に反して、母の名字を持つ。1989年、テイ・シェーラは、 オクタベオピンとギマランイスの公認として、当時のサンパウロ州サッカー連盟会長ナビアビシェジドを破って CBF 会長に初選出され、第6期目を務め、ブラジルで開催される 2014FIFA ワールドカップが終了するまでの CBF 会長に選出されていた。2010年11月、BBC の看板時事番組、パノラマの FIFA S30 Secrets という回で、 プレゼンターのアンドルー・ジェニングスは、テイシェーラが1990年代にワールドカップのテレビ放映権販売に対して賄賂を受領していたと主張した。テイシェーラはこの申し立てに応じなかった。2012年3月12日、健康不安を理由にして、ブラジルサッカー連盟会長を辞職するとともに、2014年 FIFA ワールドカップブラジル大会組織委員会委員長も退任した。 3月19日、フィファリジも辞任。ありがとうございます。